皆さんこんにちは。今回の動画では2022年4月24日に行きました神奈川県は秦野市にあります弘法山公園のお散歩をご紹介したいと思います。このプリンとお散歩の動画を作っていて思うのは、お天気と自分の予定と見たいものの見頃のこの3つを合わせるのが難しいなと思っています。今回は一時的な晴れ間を狙ってやってきました。どうぞ最後までお付き合いください。さあ一緒に行こう。先日視聴者さんよりこんな LINE をいただきました。弘法山のネモフィラが綺麗だよと聞いて行ってみたのですが見つけられなかったよとのことでした。そこで山登りアプリの山ップを使って検索をかけてみることにしました。弘法山でネモフィラを見たユーザーさんを見つけました。ルルさんです。ルルさんの活動日記を見てみました。地図をタップするとどこでネモフィラを見たのかすぐにわかります。この地図と写真を頼りに今回のお散歩を進めていきたいと思います。弘法山公園の王道ルートは私の動画のハイキング2の動画を見ていただければと思います。説明欄の方にも貼り付けておきます。そもそも弘法山公園っていうのはこの浅間山、権現山、弘法山、前場峠、東山、この辺を全部ひっくるめて弘法山公園って言ったりします。王道ルートは小田急小田原線の秦野駅から歩いていくっていうのが王道ルートではあるんですけども、今日の場合は短い晴れ間を狙っていきますのでコースを端折っていきたいと思います。でちょうどね、浅間山と権現山の間に車道を横切るところがありまして、そこの近くにパーキングがいい具合にありますので、ここからスタートしていきたいと思います。こちらがその浅間山駐車場になります。ここの駐車場は、浅間山から登るとここに出てきます。道路を横切ってこっち側の階段登って権現山に行くって感じ。今日はこの権現山に行くところからスタートします。こちらが今回の通るルートの地図になります。一番下のカメラマークがスタート地点、赤い線で引っ張ってあるのが王道ルートです。そしてネモフィラの場所がここ。王道ルートからちょっと外れていたから見つけられなかったんだね。パーキングから直接ネモフィラを見に行ってもいいんだけども、権現山からの360度の眺めがとてもいいので、そこを見てからネモフィラを見に行こうと思います。Facebook 神奈川県の自然公園ハイキングのかなりんちゃんも一緒です。もうこの階段ちょっと登ればすぐに権現山の展望台に着くよ。この二股はどっちに行っても権現山の展望台に着くよ。左側は緩やかで遠回り、側は階段が急だけど展望台の真下に到着することができます。でも前回こっち行ったから今回こっち行こうかな。そうだよ、綺麗、緑が綺麗だよ。権現山の頂上にある展望台です。お
天気のいい日には富士山に丹沢の山並み、それに相模湾が360度のパノラマで楽しむことができるのが自慢です。おー、午前中は濃霧注意報が出てたからちょっと心配したけど、いい眺め。秦野の街を見下ろすことができました。富士山は残念。あの尖った三角のお山は大山、バッチリ見えてます。さあ、権現山から弘法山までの王道ルートを歩いていきます。イメージとしては山の稜線を歩いてるっていうイメージ。春の花がたくさん咲いていて、若葉もとっても綺麗。なんかいい景色が見えそうだ。奥にポコッと見えるのは駒山。その奥に相模湾が見えると思うんだけどな。今日は厳しいかな。まっすぐ歩き続ければ弘法山に到着するんだけど、今日のポイントはここ。ここを左に曲がります。男坂っていうところを下っていくんだ。若葉特有の一面の黄緑色は今だけ。いい時に来たな。ネモフィラの青色が見えてきました。男坂を降り切りました。横には女坂っていうのもあったんだね。女坂を背に道路を歩いていくと、ネモフィラだ。 JA 秦野青年部が花いっぱい運動として、広さ600平米ほどの土地に30万粒の種をまいたものです。ネモフィラは耐寒性の一年草。背丈は10センチから20センチぐらい。時々白いネモフィラも混ざってたよ。地面を這うように咲くネモフィラはまるで空色の絨毯みたい。ネモフィラと秦野の町。お天気がいい日には富士山も一緒に一枚の写真に収めることができるそうです。素敵なお散歩のきっかけをくれたかなちゃん、ルルさん、どうもありがとう。花いっぱいで笑顔の花を咲かせよう。来年はどんな企画なのか楽しみにしています。このチャンネルを気に入っていただけた方は、プリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ。すべてをタップ。
新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ、高評価をお願いします。